アメリカ留学中に、オニシエドワード・ホールと、1872年。矢之スケは1902年に再訪し、ホール記念図書館に日本コレクションを揃えるための資金として2000ドルを寄付したが、その金は、ステンドグラスの費用に充てられた、岩崎矢之スケから1908年3月25日は、日本の実業家で、三菱財閥の二代目総帥。 男爵。三菱の創業者、岩崎八太郎の弟にあたる。岩崎八次郎、三輪夫妻の三男として、土佐国秋郡井ノ口村に生まれた。1867年、満16歳の時に、土佐藩校の地道館に入学。この時、岩崎家は、豪氏の地位を失って、地下浪人に没落しており、 武士の教育を受けられる身分ではなかったが、兄の八太郎が、吉田東洋の地群を受けて、下級役人に出世していたため、入学することができた。1869年には、大阪に出て、茂野安次の私塾生達書院に入門し、この時に英語を学んだ。1872年4月、アメリカに留学。横浜で、貿易商をしていた。 ウォルシュホール社のウォルシュ家に寄宿し、フランシスホールの兄エドワードが開校し校長をしていたニューヨーク近郊のコネチカット州エリントンにある男子校に通った。1873年11月に父の矢次郎が急成し、兄の懇願もあって1年で留学を中断して帰国。三菱商会に入社。翌年の1874年の秋、ヤ太郎夫婦の仲人で、 後藤昌二郎の長女、さなえ氏と結婚した。敬愛するヤタロウの事業を助け、米国の太平海郵便機船や英国の p ー大船会社との競合に手腕を振るう。1885年2月に、ヤタロウが死亡してからは二代目総帥として、三菱の多角化に尽力。三菱商会に共同運輸会社を合併して、日本郵船を誕生させ、 海運部門を切り離すことで、鉱山開発や、造船建造、辞書、金融、倉庫などの事業を起こした。1890年、政府から、丸の内の土地購入の打診があり、商店、平五郎や末延道成に相談した上で120万円で、購入。あとの、三菱の三大買い物の一つに挙げられている。1893年に、 三菱合司会社を設立。三菱の創帥の座を、老井の久屋に譲り、官務の役職に就く。1896年には、河田小一郎の公認として、第四代日本銀行総裁となるも、当時の大倉大臣と折り合いが悪く、2年ほどで退職した。1890年の帝国議会の創立時に、天皇から直選され貴族院議員となったが、 1891年9月30日に辞職した。妻のサナエ氏、岩崎矢之助とトーマス・ブレイク・グラバー矢之助と、サナエ子の縁談は、後藤翔二郎と八太郎が勝手に取り決めたもので、米国留学中の矢之助には寝耳みみに水だったが、家柄を優先する当時の世相から、矢之助自身も依存はなかったようである。結婚後は、サナエ氏と共に、元は、 後藤の家であり、東京湾が見渡せる駿河台東工場町の高台の洋館に住み、長女、主子、長男、小屋田、次男、俊也、三男、照屋の三男一女を設けた。三男一女はこの洋館で生まれ育ち、このうち息子は三人とも、指定からお茶の水橋で神田川を渡った向かい側の、湯島の丘にあった、管理の東京高等師範 学校附属小中学校に通った。長男、小屋田は、三菱の四代目総帥で、次男、俊也は、朝日ガラスの創業者。三男、照るは分家して、小安農園の経営にあたるとともに膨大な、鉄道写真を残す。また、長女、し子は、松方正義の次男で、外交官の松方正作と結婚した。なお、照るの次男、栄二郎は、 北原白州の長女と結婚している。また、ベンチャーキャピタルの分野で活動しているキャピタリスト、岩崎敏夫と、ブラジル東山のおじ社長の岩崎徹は、矢之助の彦にあたる。ありがとうございます。